学チャンネル。今日は飛び立て高校生コースでの留学を経て世界部高校生運営メンバーとして活躍、大学入学後は飛び立て事務局広報インターンとしてこれまで6年間関わってきた亜美先輩がついに卒業されるということで、後輩インターンのゆうながインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。早稲田大学文化構想学部4年の富岡亜美です。私は飛び立て高校3期として留学をして、高校2年から世界部運営メンバーとして活動させていただいていました。また飛び立て留学チャンネルの方では YouTube ショートを担当させていただいています。まずは世界部からインターンまで含めて6年間ずっと飛び立てに関わってきたわけですけれども、関わってきてよかったなと思うことはありますか？そうですね、6年間の中で本当にたくさんあるんですけど、一番印象に残ってるのは私たち高校生の運営メンバーだけでイベント運営を行えたことですかね。企画からイベント設営だったりとかイベント運営まで全てを私たちで行うことができたので、学生としてはとても貴重な経験ができたかなって思っています。まあ、あとは世界部の特徴として、日本の中で世界に携わっている高校生と一緒に運営できるっていうことで、日本中そして世界中に仲間ができたことが本当に貴重な経験だったなと思っています。それぞれの道に進んだ今でも連絡を取るくらい最高の仲間に出会えたことが宝物です。そして留学を考えている人がどんな情報を必要としているかを学べたこともまた貴重な経験だったなと思っています。留学をしたで終わるのではなくて、その経験を生かして人の役に立てたことが本当に嬉しいです。じゃあこの飛び立て留学チャンネルも誰かの役に立てるような活動ということで良かったですね。そうですね、 YouTube 活動は誰かの役に立つという経験だけではなくて、台本作成から撮影までとにかく楽しかったです。そうですよね、本当にこの活動って得られるものが大きいと思います。あと愛先輩はダンス留学を飛び立てでされていたと思うんですけど、そちらについて聞いていきたいと思います。飛び立てを利用してダンス留学に行かれて、ここが良かったなっていうポイントありますか？ダンス経験や資格、実績などが不要というのがハードルがいい意味で低くなるなと思っていて、その分この海外に行きたいっていう強い思いがあれば誰でも行けるっていうのがすごい飛び立ての魅力だなと思って、自分も実際応募したし、周りの人もそう言ってる方が本当に多かったです。ただ初めて海外に行くっていうことで、一人で行くっていうこともすごく大きな不安だったし、自分のダンスだったり英語の語学面だったり、自分が今までやってきたことがどれだけ通用するのかなっていう不安もたくさんあったので、皆さんが多分感じるように私も留学前は本当に不安な気持ちでいっぱいでした。でも私の場合は2週間の短期留学だったんですけど、短期だからこそ目の前のことに全力で自分から積極的にコミュニケーションを取ったり、事前に先輩のアドバイスを聞くことによって、短い期間の中でどれだけ自分が吸収できるかっていうのを大事にできたので、本当に濃い時間を過ごせたかなと思います。では初めての留学は短期だったんですね。いつのどの時期に行かれていたんですか？高校1年生の夏にニューヨークに2週間留学に行きました。あとは不安な面の一つとして、多分費用の面だと思うんですけど、短期とはいえアメリカだしダンス留学だし、費用はまあかかるはかかるんですけど、この飛び立てのおかげで費用の部分もかなり助けていただいて、大きな不安を抱えている方も親御さんを説得する上でもメリットになるんじゃないのかなと思います。そうですね、飛び立ては返済不要というのも大きいですよね。そうですね、なので留学に行きたい学生には本当に大きなチャンスだと思います。ダンスに関しては海外で学んでみてどうでしたか？ダンスに関しては一旦自分が今まで重ねてきたものから持っていた固定概念を取っ払うということをすごく心がけていました。私は長い期間クラシックバレエをやっていて、ニューヨークでは幅広いダンスのジャンルを学ぼうと思って留学したんですけど、自分の固定概念が最初はすごく邪魔をしていて、大人の中に囲まれてレッスンしながら、また英語でのレッスンってかなりこう雰囲気とかも違ったんですけど、この固定概念にとらわれてはいけないないと、もう留学して3日目くらいで思って、こうどんどんと目の前の先生の言葉を体に刻み込んだり、自分から積極的にいろんな人のダンスを見たりすることによって、自分のダンスの幅が広がって、そこからどんどん今でもバレエだけじゃなくていろんなダンスのジャンルに挑戦して自分を表現していきたいなと思うようになりました。聞いていると留学を通してかなりダンスの知識だったり技術だったりっていうのが上がりそうですけど、
ダンス留学に行くのってダンサーになりたい人たちだけが行くものなんですか？全然そんなことはないと思います。ダンス留学っていうのはダンスを海外で学ぶっていうことだけではなくて、海外の雰囲気だったり文化だったり、また自分自身を知れることでもあります。なのでむしろダンススキルよりも私自身は人間としてすごく成長できたかなと思っています。私個人として思うのは、ダンスが好きとか英語を学んでみたい、ダンスを英語で学んでみたいとか、そんな熱意を持った人なら、誰でも留学して損することはないと思います。ダンスに限らず、この分野を職業にするために留学するという方法だけではなくて、その分野を学ぶことで人として成長したり、また自分自身の理解につながったりと、多方面から本当に学ぶことが多いと思います。将来的にその学びを活かせる職業も本当にたくさんあります。なのでむしろ人としての成長を好きな分野を学びながらできるという本当に大きなメリットだと留学は思うので、スポーツでも勉強でもどんな分野においても人生でチャレンジする機会っていうのは本当に少ないと思うので、特に学生のうちにやりたいと思ったことにはチャレンジすることをお勧めします。今の言葉でかなり勇気をもらえる人がいそうですね。アミ先輩は留学に行って日本に帰ってきて、大学も日本ですけど、この後将来的に海外で仕事したいなと思っていたりはしますか？人それぞれなんですけれども、私は国内の企業に就職することを考えています。私は大学で日本文化を英語で学ぶプログラムに所属していたんですけど、そこは日本人と留学生が約15名ずつで構成されているとても特殊な学科になっています。ここは私が高校3年生の時に、自分が大好きな日本の舞台の文化だけでなく、さまざまな日本文化を学べるということで、絶対にここがいいと思って受験しました。授業を通していろんな国から見た日本にとても興味を持って、自分が知らなかった文化もたくさんあったし、自分が知らない視点もたくさんあったので、それを含めて自分は日本にいながらもっと海外に日本の文化を発信していけるような人材になりたいなと思いました。かなりグローバルな環境だったんですね。もうすぐ社会人ですが、これからどうされるんですか？私は留学や大学での学びを生かして、日本を拠点にグローバルに展開する会社に就職します。留学後の進路で悩む人も多いかと思いますが、その経験を生かして日本にいながら海外へ日本を発信するアプローチだったりとか、海外の研究を日本でしたりとか、日本にいながらも留学経験を生かす方法は無限にあると思っています。受験や就活においても留学経験というのはとても強みになると思いますが、留学したで終わるのではなくて、何を学んだかが一番重要だと思っています。ありがとうございます。最後にこれから留学を考えている人に向けて一言お願いします。留学に行きたいと思ったらまず挑戦、これを覚えておいてほしいなと思います。人生の中でもかなり大きな一歩になると思いますし、不安もたくさんあると思いますが、行きたいという熱意があるときこそチャンス、ぜひ広い世界に飛び出して新たな自分を見つけてほしいなと思います。一歩を踏み出して自分で切り開いていく将来は無限に広がります。ありがとうございます。飛び立て留学チャンネル卒業後も持ち前の明るさと笑顔で頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。ゆなちゃんも頑張ってください。あみ先輩、6年間ありがとうございました。ありがとうございます。これからも頑張ります